佐沢太郎から1896年5月26日は、明治時代の日本の洋学者、文部官僚、旧名、玄太郎、忌名は、孔あおぐ。天保9年6月19日、ビンゴ国品地軍新一村に、三木閣兵の星として生まれる。福山藩主、江際に水の門に学んだ後、安政2年に、品地軍、江良村の石。 佐沢大輔の養鶏師となり、乱邦医となるため、藩校コウシ機関の養学教官、寺地船里、ついで、長州藩の青木修介に指示。さらに、文久元年、大阪の大型公安に入門し、翌年秋には幕名により、江戸に赴く市に同伴。幕府の西洋医学研究教育機関、医学書に入った。文久三年、福山藩から養学修行を命じられ、 幕府の洋学研究教育機関、洋書調べ書でも修学。後もっぱら改正書で学び、フランス語を検算した。現時元年、改正職投資を命じられ、慶応2年に改正書教授鉄大並に昇進。蘭学係、ついで仏学係となった。慶応末年には、科学教官、辻里之助らと共に、遠近新聞を発行している。 幕府崩壊後の慶応4年7月、福山に帰範すると、洋学助教を命じられ、明治2年9月には、平学助教を兼務。12月、洋学教授兼平学教授に進み、翌年12月の完成改革で、福山藩一等教授となった後、明治4年11月の福山県廃止に伴い、会食となった。この間、明治3年に班長が、 学生改革を二つすると、河村重秀ら公務係とともに、改革の実施にあたり、官学中心の犯行を廃して普通学を授ける、小中学校及び女学校を設けた。翌年には、軍村庶民のための啓蒙所設立の発起人になお、連ねている。明治5年2月、文部省急等出資となり、編集寮に勤務。編集寮廃止後の同年十月、 文部省発動出資に進み、はじめ学務か翻訳かけ、ついで教科書編成かけ、翻訳か、報告かに勤務した。明治6年に文部省から刊行された役所、仏国学生は、明治5年8月に制定された学生の立案に当たり、広本が主要参考資料として用いられたとも言われるが、広本は見つかっておらずその成立の時期も定かではない。 明治7年11月には、宮城市範学校長を命じられたが、同月中に、文部省出資を免ぜられている。その後、明治10年に、鈴木唯一、辻信次らと販売者を設立。同年6月から明治13年4月まで帰還し、教育紳士の編集長を務めた。明治13年5月、文部一等族として復職。翌年十一月に準僧人御用係。 明治17年2月に文部県少職期間に進み、明治18年12月に非職となるまで同省に在職。地方学務局に勤務し、明治18年2月に編集局、ついで報告局に移った。明治29年5月26日、長地府府のため東京本郷区西方町の自邸で死去し、本郷の吉祥寺に葬られた。去年59、ありがとうございます。